黒駒さん、タルコフで稼ぎますよ。どこそれ。人間界にあるロシアです。ギャングが抗争中らしいですよ。抗争。早く行くぞ吉兆。まあ私たちは出向きませんが、奴隷を派遣します。なんだ感染か、物足りんな。さて早速今回の奴隷となるスカブを派遣します。スカーフなら私もつけてるぞ。ちょっと黙ってろ、脳筋ペガサス。ボケを拾いよ演出カメ女。はっはっは。即潜入開始です。しっかり働いてこいよスカブ。武器はケダール SMG だな。ヘルメットも装備しているので、戦闘はこなせそうですね。誰にも会わんな。今のうちに資金源になりそうなものを探しましょう。早口が見たいぞ。せっかちですね。箱の中身は、おっ、AK-74N だな。派手な打ち合いが見れそうだ。しっかり持ち帰ってくださいね。監禁しますので。海岸に来たな。誰かいますね。なんだ同僚者か。スカブの方ですね。よし奴隷、挨拶しろ。挨拶は大事ですね。おいこいつ無視したぞ。後で思い知らせてやりましょう。おい発砲されたぞ。奴隷、撤退しなさい。左腕がもげそうだな。それに肋骨が折れている。血も溜まっているな。なんで嬉しそうなんですかあなたは。反射のペガサスは怖いですね。早く治療させましょうか。左腕は、もう使い物にならんな。射撃に大きな影響が出ますね。正面での打ち合いは難しいでしょう。よし、こいつを偵察に行かせよう。さあ行ってこい。さあ早く、ダメか、スカブ、やっぱりお前が行くしかないな。皆さん自分の身が一番大事ですからね。バーカバーカ。早く行きなさい。笑いが止まらん。気の毒ですが装備をいただきましょう。 VPO136 を持っているな。セミオート射撃限定、競技用の AK だな。12枠はシーンですね。好きだからな。トップタブを持っていましたね。やはりスカブじゃなかったですね。奇襲じゃなくて正面から戦いたかったな。なあ吉兆、なんか忘れてないか。あ、思い出しました。挨拶を無視した罰を与えます。PM、マカロフ拳銃だな。ヤクザ御用達の銃だな。私はヤクザじゃないので知りません。アッピンゴジュースだ。喉乾いたから持って帰ってきてくれ。そんな優先するものじゃないでしょ。早く逃げなさい。足をやられたから、足がないみたいだぞ。苦しそうだな。そんな足でジャンプするから、全く情けない脚力だよ。これはもうおしまいですね。勝ったんですか。方法なかなか見どころあるじゃないか。なんか死にそうだけど。大丈夫ですかね。モシンナガンだな。二次大戦時の古い銃だが、威力は高いぞ。全身ボロボロだな。残念ですがここまでのようですね。収穫なしか。収穫はゼロですが、畜生界の人間霊が増えるので、よしとしましょう。代わりの人間なんていくらでもいるからな。安心して死ね。
そしてようこそ畜生界へ。ご視聴ありがとうございました。